産食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。こんにちは、松本美希子です。野口香織です。今回は里芋ときのこのピリ辛炒めを作っていきます。秋の食材を存分に楽しめる一品ですね。はいはい、12月の食材は藤沢さんの里芋を使います。今回は里芋の炒め物です。材料4人分はご覧の通りとなります。まず里芋はどうしましょうか。はい、皮をむいて1センチ幅の輪切りに切っていきます。はい、輪切りにした里芋はラップをして電子レンジで8分程度加熱し、レンコンは皮をむいて5ミリ程度のいちょう切りにして酢水につけておきます。しめじはほぐしておき、エリンギは細切りにします。ベーコンは細切りに、ニンニクは潰しておきます。炒める前に里芋に味をつけていきます。はい、まずは粉チーズです。はい、そしてお塩も入れますね。はい、胡椒も加え、よく混ぜ合わせます。加熱した里芋をこちらに入れていきます。はい、里芋に全体的に粉チーズがしっかりつくようにまぶしていきます。はい、味付けした里芋を焼いていきます。はい、フライパンにオリーブオイルをひいて中火で温めていきます。はい、まず里芋だけを焼いて、はい、しまうんですね。はい、油が少ないと粉チーズが跳ねてしまうので、うん、少し多めにオリーブオイルをひくことがポイントです。はい、両面に焼き色がつくまで焼き上げ取り出しておきます。具材を炒めていきます。はい、まずフライパンにオリーブオイルと輪切り唐辛子と先ほど潰したニンニクを入れて、ニンニクと鷹の爪がいい香りがしてくるまで弱火でじっくりやっていきます。ニンニクの香りが出たらベーコンを加えます。しめじを入れます。はい、エリンギも入れてしまいます。しんなりしたらコンソメを加えます。レンコンは最後の方に加えるんですね。はい、あまり火を通してしまいますと色が悪くなってしまうので最後に入れます。はい、先ほど焼いた里芋を入れていきます。はい、いよいよ全部入れてしまっていいですか。はい、あー、ボリューム満点ですね。はい、これで里芋ときのこのピリ辛炒めの完成です。ニンニクと鷹の爪、そして粉チーズのいい香りが漂っています。はい、里芋の洋風のピリ辛炒め、お試しください。